平野市用と神宮寺雄太が戸部に合流し、テレビ出演と CM 継続の可能性が高まり、ジャニーズ事務所の忖度が変化しています。ジャニーズ事務所を退所し、戸部に合流した元キングプリンスへの平野市用と神宮寺雄太。彼らの復帰に伴い、地上並みテレビ出演と CM 継続の可能性が高まっています。 この出来事はテレビ業界においてジャニーズ事務所による忖度が崩れつつある兆しを示しており新たな局面を迎えています。本記事ではその背後にある事情や今後の展望について詳しく探ります。平野市用と神宮寺勇太、戸辺への合流が話題平野市用と神宮寺勇太がジャニーズ事務所を退所し新たな事務所、戸辺への合流を果たしました。 5月にこの発表が行われた際、これは大きな話題となりました。ジャニーズ事務所を退除したタレントの復帰は、テレビ業界において一般的に難しいものとされてきました。しかし、平野氏用と神宮寺ゆ太の場合、その可能性が高いと見られており、その背後にはいくつかの注目すべき要因が存在します。 地上並みテレビ出演への期待平野と神宮寺が飛べへの合流を発表した後、彼らは個人のインスタグラムを開設し、爆発的なフォロワー数を獲得しました。特に平野のフォロワー数は、わずか数日でジャニーズ事務所の公式アカウントを大きく上回り、他のジャニーズメンバーにも迫る勢いを見せています。これは飛べ合流による、飛べ潜入とも呼ばれ、 テレビ各局において注目される要因の一つとなっています。ジャニーズ事務所を退所したタレントは、従来、テレビ出演において様々な制約があったため、退場後の動向はスルーされることが多かった。しかし、平野と神宮寺の飛べ合流については、テレビ各局が積極的に報道し、注目の対象として取り上げています。 これにより、ジャニーズ事務所による忖度が緩和されつつある兆しを示しています。一定の忖度が残るものの、番組出演の可能性一部の番組では、ジャニーズメンバーの話題を取り上げないなど、まだ一定の忖度が存在することも事実です。しかし、それにもかかわらず、一部の番組では平野仕様と神宮寺雄太の話題を大々的に取り上げ、 公開予報を行うなど、彼らのテレビ出演への期待が高まっています。ジャニーズ事務所を退所したタレントにとって、テレビ出演の道は常に険しいものでした。しかし、平野と神宮寺の場合、その状況が変わる可能性があるという期待が広がっています。特に、公共放送である NHK や、性加害問題の報道に力を入れている TBS などが、 トベによるテレビ出演を支援し、ジャニーズ事務所による忖度を排除しようとする可能性が高いと言えます。CM 継続の期待通常、事務所を退除すると、広告の契約期間が残っていても出演 CM は終了することが一般的です。 しかし、平野紫耀が出演する P&G のパブリンズの CM は退場から1ヶ月半ば以上経過しても放送が続いています。これに対して業界内では P&G は外資系企業なので芸能事務所や広告代理店に過度の忖度をしないからではとの見方があります。この CM についてはジャニーズとの契約が終了しても ト部に合流した平野と再契約する可能性があると指摘されています。過去には元スマップへの草号がジャニーズ事務所を退所した後もアサヒグループ食品の CM に継続して出演したケースがあります。広告とタレントのキャラクターが強く結びついている場合、企業は事務所の忖度よりもタレント個人との関係を重視する傾向があるようです。 これにより、平野が新たな CM のオファーを受ける可能性が高まることが期待されています。ジャニーズ事務所による忖度の変化過去には、ジャニーズ事務所が民放各局に対し、特定のタレントを出演させないよう圧力をかけたとされる事例がありました。しかし、現在の状況下では、 ジャニーズ事務所が平野仕様と神宮寺勇太を締め出すために圧力をかけることは考えにくいでしょう。戸辺の対等により、ジャニーズ事務所による忖度が崩れつつあり、新たな局面が迎えられつつあると言えます。戸辺の展望戸辺にとって、平野仕様と神宮寺勇太の合流は大きなチャンスです。 特に NHK のドキュメンタリー番組が戸部に密着しているとの情報があり、彼らの今後の活躍がますます期待されています。このような展開は、ジャニーズ事務所の従来の体制に新たな風を吹き込むものとなるでしょう。ジャニーズ事務所を退除し、戸部に合流した平野紫耀と神宮寺勇太の復帰により、テレビ業界におけるジャニーズ損卓の崩壊が予感されます。 彼らの地上並みテレビ出演と CM 継続の可能性は高く、これによりテレビ業界全体が大きな変革を迎える可能性があります。今後のトベの展開にも注目が集まります。